本当なら俺が正当な後継ぎなのに。成果を出された後藤隆明、復讐に燃える。歴史の細道、案内人の沙織です。今回は後藤隆明について紹介していこうと思います。戦国時代は政略結婚の他に、造語ですが政略養子みたいなんてことがしょっちゅうありました。今回ご紹介する後藤隆明もまた、政略的なことから後藤氏に養子に出された人物です。しかし本来なら、彼は大村氏を継いでもいい立場でした。ところがなんと、よそから来た養子、大村澄忠が大村氏を継ぐというんです。それってどうなの？ということで、隆明は大村氏、というか澄忠に猛烈な敵意を燃やすことになりました。隆明の生涯、一体どうなったのでしょうか。大村氏に生まれるも、庶子だったので養子に出される。天文3年、1534年、隆明は肥前の戦国武将、大村澄崎の子として生まれました。母は身分が低い側室だったため、庶子として扱われていたようです。とはいえ、彼は澄崎にとって、唯一の男子でした。ところが同じ肥前の有馬春澄の次男澄忠が父澄崎の養子としてやってくることになったのです。そして隆明は同じ肥前の武将後藤澄明のところに養子に出されてしまいました。澄忠の母は大村氏出身でしたし、隆明は庶子だったためという理由だったそうですよ。また隆明の養父となった後藤澄明は有馬春澄の妹を妻にしていたということもあり、いろんな思惑が絡んだ結果こうなってしまったみたいです。しかし血縁関係のある息子を他家に出してよその子供を養子に迎えるっていうのもなんだかしっくりこない話ですよね。正当な大村氏の後継者は自分だ、大村澄忠に敵意を燃やす。本来ならば庶子であるとはいえ、大村氏の血筋を唯一受け継ぐ隆明が当主となるのは何らおかしいことではありませんでした。そう思っている大村氏の家臣も多く、よそから来た澄忠に従うことに対して抵抗感を持つ者は隆明に心を寄せていました。また澄忠がキリシタンとなると、彼は人々に改宗を強要し寺社を破壊するなど過激な行為に及んだため、一層反発心がそうした家臣の中には生まれていったのです。一方後藤氏の人となった隆明も、本来ならば自分こそが正当な大村の後継者だという思いを持ち続けていました。このため彼は澄忠に対して敵意を持ち、生涯の敵と目するようになるのです。この構図は長きにわたって変わることはありませんでした。永禄6年、1563年には、隆明は澄忠の領地である横瀬浦、長崎県西海市を攻撃します。この港はキリシタンである澄忠によってポルトガルに提供されており、盛んな交易によって大変栄えていました。隆明は大村氏の中で澄忠に不満を持つ家臣、ハリオ伊賀の神と共謀し、彼に横瀬浦を襲撃させて焼き払い、自身は大村氏の城下を襲ったのです。これで横瀬浦は大ダメージを受けましたが、隆明の方が攻撃に失敗し、大村氏を転覆させるには至りませんでした。これ以後幾度となく澄忠に戦いを仕掛けた隆明ですが、決定的な一撃を加えることはできませんでした。というのも澄忠だけを相手に戦っている場合ではないような状況が当時の肥前の情勢だったのです。龍造寺高信の脅威にさらされ続ける。当時の肥前で隆盛を誇ったのは肥前の熊と恐れられた龍造寺高信でした。隆明はこの脅威を避けるために一度は高信と和議を結びますが、やがてそれを破棄します。その裏にはかねてから吉見を通じていた文豪大分県の大友宗麟の存在がありました。
宗麟が龍造寺討伐に乗り出すと、高明はそれに加わります。しかし元亀元年1570年の今山の戦いでは、大友方は圧倒的兵力を要しながらも、鍋島直重の奇襲により敗れてしまいました。この龍造寺討伐と同時進行で、高明は大村住忠攻めをなおも続けています。もはや執念です。元亀3年1572年には、平戸の松良氏らと共闘して大村氏の城を包囲しました。1500の味方に対し、大村方は100人未満と勝てそうな戦でしたが、敵の抵抗に遭い城を落とすことができませんでした。運が悪いというか、なんというか、攻め方がまずかったのか、養子に造反され、龍造寺傘下に組み込まれていく。こんなことをしている間に、天正2年1574年、高明は養子の惟明に造反されてしまいます。長く男子に恵まれなかった高明は、平戸の松良高信から惟明を養子としてもらい受けていたのです。ここには松良氏が一族間の戦いを有利にするために高明の力を借りたかったという思惑がありました。ただ松良氏一族の争いは平定され、高明に実子が生まれたことにより、惟明の存在は宙ぶらりんなものになってしまったのです。そして惟明は自分の居場所をなくし、ついに反逆に及んでしまったのでした。高明だって似たような境遇を経験しているわけですから、惟明の思いを分かってあげても良さそうなものなんですが、どうだったんでしょうね。惟明の勢いは一時は高明をしのぎ、彼は城を追われた時期もあったようです。しかしここで高明は思いもかけない作戦に出ました。なんと敵方であるはずの龍造寺高信に SOS を求めたのです。まさにウルトラシーですね。こうして龍造寺の援軍を得た高明は、惟明の乱を鎮圧することができました。惟明は養子縁組を解消されて実家へと戻り、隠棲したようです。ただ高明はこの大化として実子の春明、後の龍造寺家人を龍造寺に人質として差し出すことになりました。そしてこれが後藤氏が龍造寺氏に組み込まれていく最初のステップとなってしまったのです。息子を養子に出して新たな養子をもらう。龍造寺のおかげで惟明の造反劇を制圧することができた高明ですが、やはり龍造寺との仲はまたしても決裂し、敵軍が高明の居城に迫るという大ピンチを招きます。結局ここもまた和睦となりましたが、龍造寺高信が突きつけてきた要求は高明にとっては厳しいものでした。それはもともと人質に出していた息子の春明を龍造寺高信の養子とし、高明の娘に高信の三男家信を目合わせ、後藤氏に養子入りさせるという条件だったのです。つまりは体よく龍造寺氏が後藤氏を乗っ取るということになったわけですね。これもまたかつての高明の実家大村氏の状況に似通っています。しかも家信は養子入りにあたって龍造寺から50人もの家臣を連れてきたそうで、後藤氏は龍造寺色にどんどん染められていってしまったのでした。家を存続させるという意味では仕方ないことだったでしょうが、一体何がしたかったのか、高明。その後の高明、大村住忠を滅ぼせず。こうして龍造寺傘下に組み込まれた高明は、そこで大村住忠攻めに加わりました。しかし、結局彼を滅ぼすことはできず、天正6年、1578年、住忠は龍造寺に従うことになります。高明はある程度は留飲を下げたかもしれませんが、住忠を自分の手で滅ぼせず、自分も住忠も龍造寺の元でないと生きてはいけないということにもどかしさを感じていたのではないかと思います。そして天正11年1583年、
高明は亡くなりました。翌年、沖田縄手の戦いで龍造寺高信は島津有馬連合軍に敗れて討ち死にを遂げます。もう少し長生きしていれば、高信亡き後の肥前で高明は存在感を多少なりとも発揮できるようになったのかもしれませんが、こればかりは運命ですから、残念なことでした。高明の養子家信は父とは異なり、キリスト教に寛容な姿勢を打ち出します。本当は改宗もしたかったようですが、実父龍造寺高信の猛反対に遭い断念したとか。そして家信のこの代では龍造寺氏にとって変わった鍋島氏から徴用され、鍋島姓を賜り藩主の親戚扱いとなりました。そして武雄鍋島家として続いていくこととなるのです。まとめ1。大村住崎の子として生まれるも諸子だったため後藤氏に養子に出された。2。大村氏に有馬氏から住忠が養子入りして家督を継いだため、高明は敵意を燃やし続けた。3。龍造寺高信の脅威があったため大村攻めに専念することができなかった。4。養子に造反され龍造寺に助けを求めたことで徐々に組み込まれていくこととなった。5。実子を龍造寺高信の養子に出し、高信の息子を養子に迎えたことで後藤氏はほぼ龍造寺一色となってしまった。6。結局最後まで大村住忠を滅ぼすことはできなかった。大村氏から後藤氏へと不本意な養子入りをした高明、そして死後にお家は鍋島氏へと姓を変えてしまったわけですが、彼は草場の陰でどんな思いを抱いたのでしょうか。また彼が敵意を燃やした大村氏はなんだかんだ幕末までちゃんと続いたのですから、彼にとっては何とも苦々しいことだったのかもしれませんね。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の歴史の細道はいかがでしたでしょうか。これからもワクワクするような歴史の動画をお伝えできればと思っております。もしよかったらチャンネル登録お願いしますね。こちらの松尾芭蕉のボタンを押していただければ登録画面に飛びますので、どうぞよろしくお願いいたします。またよろしければこちらの動画もご覧いただければと思います。